はい、こんばんは。スタジオリバーサイドようこそ。ギタリスト、シンガーソングライターの竹下達です。意外と好評の大人クラブでございます。9月8日日曜日、大人クラブのお時間でございます。〇〇で何が悪いシリーズなんですが、今日はですね、女性に縁がなくて何が悪いですね。はい、ないですね。なんだろう、まあ今あの横浜のシアミュージックさんにね、でギター講師をさせていただいてるんですが、その前はですね、クラブで弾き語りをしてたんですよ。でその時はその要するに、まあ高級クラブだったんですが、まあこういうギター弾きながらね、例えばジャズだったり、あとはその弾き語りなんかをしてたんですが、いわゆるそのキャストさんというね、方がいらっしゃって、まあお酒を飲みに来た方にね、もうお酒を出したりお話をしたりするんですけど、そういう人はもう何ていう人、仕事仲間になってしまうので、何でしょう、言い方あるんですけど、男性でも女性でもないというか、あくまで仕事仲間になってしまうんですね。で、そういうことがあるので、あまり何て言うんでしょうね、そもそも時間がないんですよね。例えば彼女というものができたとしても、全くその何もする時間がないし、結構ギターって手間がかかるんですよ。まあ何の楽器でもそうですけどね。何でしょう、こうギターさんの、まあその式によって、日本なんでね、ちょっとここの、サドルの部分を加工したりとか、あとはまあこうナットの部分をね調整したりとか、まあ何かと時間がかかるんですよね。はい、なので、例えば気になる女性が いないと言うと嘘になりますね。いるんですが、じゃあ現実問題、現実に立ち返ってね、じゃあそのお付き合いして何かがあるかっていうと、時間がまずないですね。圧倒的に時間がないですね。はい、で何だろう、講師の仕事ってすごく勉強してないとできないことなんですよ。ほいほいと適当にやっとけばいいっていうものではないので、すごくたくさん勉強します。それはやっぱりその私はその音楽学校の講師は国家資格であるべきだと思ってるんですが、要するに音楽学校の講師なわけですね。音楽の先生なわけです。でも例えば学校の音楽の先生だと教員免許がいるわけですよね。で私はちょっと学歴コンプレックスなんですよ。はい、私以外の親戚はみんな割と高学歴なので、私は学歴コンプレックスがあるんですが、その分今になってたくさん勉強してます。はい、何はともあれ、学生の皆さんはですね、勉強してください。はい、これ何度も言ってるんですけど、勉強しておかないと後になって後悔します。はい、実際私もそうですね。自分で分かってるつもりになってるとか、まあ、中学高校レベルのことだともうすでに理解してると思ってしまうところに落とし穴があるんですよね。じゃあそれを、分かっているのとそれを人に
教えられるのことっていうのは別なんですよね。じゃあギターがすごく上手いからって全員が音楽講師な、ギター講師になれるかっていうとそうではないんですね。私はそんなに教えることが上手いとは自分で思ってないんですが、おかげさまでついてきてくれる生徒さんがいるのは事実なんですね。それはなぜだかは分からないです。自分ではあまり分析もしてません。ただ一生懸命は教えます。はい。まず1年や2年でギターってどうにもならないんですね。長い時間がかかるんです。私も今年で、ギターを弾き始めて53年目になりますが、それでも未だに勉強です。日々勉強してます。日々練習してますしね。ギタリストというのはそういうもんだと思ってます。で、これは、このヤマハ製のギターはね、1975年製なんですが、木でできているものなので特にそうですね、これから夏から秋にかけて湿度が変わるので、まあヤマハさんのギターはね、そんなに変化率が少ないんですが、やはりいろんなことが変わってくんで、朝起きてギターを手にしてチューニングしてみて、あれ今日ちょっとおかしいなと思ったら、もうそこからそのいろんなことが始まるんですね。いろんなこと合わせたり、はい、ちょっとこう、私は全て、例えば弦の高さね、このフレットから弦までの高、フレットの下弦から上弦から、弦の下弦までの高さ、まだ全部もうメーカー推奨値にしてます。自分の好みっていうのは全く入れてません。はい。なのでそのなんて言うんでしょうね、まあ弦高高い方が好きとか低い方が好きとか、そういうことをおっしゃるギタリストがいいの方がもういらっしゃるかもしれないですけど、私は全てメーカー推奨値に合わせてます。はい。ギブソンならギブソン社の推奨値、ヤマハさんならヤマハさんの推奨値に合わせてます。はい。そうじゃないと、万が一、じゃあギブソンならギブソン壊れちゃった、代わりのものが来た、そこで自分の好みが入っちゃってると全部一から調整しなきゃいけないんで間に合わないんですね。でもギブソンならギブソンの推奨値に合わせておけば、自分のプレースタイルをね、パッと来てパッと弾けるわけですよ。そこが重要なんですね。何事もあまり自分のその好みを入れない、例えば極端に低い弦高を好むとか、そういうプレースタイルを取ってしまうと、違うギターの時に弾けなくなってしまうっていう現象が起きるんで、とにかくその自分の中でニュートラルな自分というのを一つ作っておくことは非常に重要だと思います。はい。話がちょっとなんかバラバラになってしまいました。はい。今日のお題はですね、女性に縁がなくて何が悪いでした。はい。男性なので異性は好きですが、はい、残念ながら女性と、何かデートしたりとかそういった時間を取れないのが実情でございます。はい。そんな人多いんじゃないでしょうかね。はい。というわけで、スタジオリバー制度からギタリストでシンガーソングライターの竹下敦がお送りいたしました。女心が分かんないからいい曲が書けないのかもしれないですね。はい。その辺が課題かもしれないです。それでは皆さん、おやすみなさい。